れに似とるね、カブトムシの相川翔。すげえ、俺が言うの間違いないんだ。まだ何も買ってもいないのに。やばいな。いや、で、これ結構やれとるね。俺だって言ったじゃん。ありがとうございます。冗談せりふ。逆にこっちは俺の苦労じゃないから。どうもすいません。初めて会いました。初めて会いたかったんで、すっごい嬉しいです。いいですか、見させてもらっていいですかって、もう買っちゃったんですよね、水井に。OK。 やっぱ乗りやすいわ。うちらの買い取り料金は早く買ったら早く帰れ。気が変わらないうちってことですね。いや、もうこれもいらないんで。あ、いるってことですね。さっさと持ってって。どうも。昨日からの今日だからね。まだ今から東京行かないといけないんで。タイミングがいいというか、本当に最近みんなめちゃくちゃタイミングいいんだよね。おしゃれだね。いや、おかっとこの時期にさ、高く買わなくなっちゃう。あれに似とるね、カブトムシの。ああ、よく相川翔。よく言われますね、喋り方も。いやいや、喋り方は分かんないですけど、なんとなく似とるよね。まあ、長野さんはノーマルの箱スカ46年、あとセタディックの230、あと51年のダケツローレルで、この今の3台をもう売って、1台だけを現実的に買うことはできないかっていう話になってるんでね。ローレルを、まあ話せば売る気があんまりなかったから、ローレルが入ってこればっていう話の内容的なものも正直言って話せば思ってると思うから、それはやっぱりお客さんと原瀬さんと一回こっちで車一回見てもらって、乗り合いをしっかりつけれればね、俺が買う車じゃないけど、そこは最初に話の返事だけはしてやってほしいんですよねって。でそういう話までは一応今話したもんね、うん、相川翔さんと。喋り方、雰囲気、相川翔です。カブトムシだぞーやつ。じゃあその方が似てる。まあ本当のベースやねこれ。好きな人から言ったら買ったらいい感じだと思います。ノーマル車って難しいんだよね、売るの。そうですね。ノーマル車が欲しい人はマニアックすぎて、もう年が60超えてる。ああ、そうです、そうです。この形をして原的にエンジンしっかりさせて走りたい、うん、そういう人たちが多いよね。うん、やばいっしょ。すげえ。俺が言うの間違いないんだ。下ろした方がいいっす。いやいやいや、もう十分っす。雰囲気でしょ。さんざん今日朝からずっと自分の見てるんで、感覚で分かります。お近づきの印で。初めてのお客さんはまず物から入るっていう。まだ帽子まで入っちゃったから。まだ何も買ってもいないので。やばいな。ブタケツを離れてブタケツが欲しいで、この車も欲しいです。多分俺のその今持ってるブタ、まあ、これを見ちゃったらっていうのもあるけど、そのあんまり価値変わんないと思うんですよ。ちょっと見ようか。そうですね、はい、それでまたお互いがメリットあればいいんじゃない。俺は全くメリットないからね。まあ俺グリルだけでいいわ。グリル結構高いです、ね、うん、ローレルグリルだけでいいわ。結構やれてるね。そうです。これがさっき僕が言った申し訳ないと、ここの50アンダーのここがもうぶつかっちゃってるもんね。この純正のメチがこれもう縦になっちゃってるから、こっち当たっとるわ、うん、右あたり。まあよくあるよ、一緒なんだよ、うん、そうだから俺はここでこういい出会いしたのに嫌な思いさせたくないってことですよね。俺中野さんより自分が悩む形になっちゃったんですよ。そうやろ。これだって見てよかったと思うよ。分かった、売ります。でグリルと聞くださ い。 いやそれも。あ、俺のやつね。もうじゃあ3台はもうそっち売ってもらったから長野くんもスッキリするやん、うん、それだけ売ったりやん。そうです、ね、ありがとうございます。じゃあ早く商談、まあ、商談整理。逆にこっちは俺の苦労じゃないから。売りたくない方やもんで、まあまあまあ。じゃあ会長が探してください、次のレール。なだって今からフェラーリーだね。自分の決めに出しましょうか。あ、そうや、出して、いくら。どうしよう、これ成立したよ。だね、ちょっと待って3台とりあえずなくなった、はい、で1台売る、はい、で俺がまた何かええやつあったら質問持ってくるね。
よっしゃ。成立。あ、これ写真撮ろうか。あ、はい。タイトルリリーフ断るときは断る断るときは断る言いそすぎて話がまとまらなかった。だいたいこう押し付けてくるけど、いやそんなに悪くなかったよ。よかったね、俺が電話で対応してじゃあ俺もそっちはどっちでもいいから、はい、どっちでもいいか、俺の話じゃないからもう煙だけ頼むよ今日来てよかった。俺もただでは帰らんすね。煙も買えたし、ただでは帰らんすね。回ってますよ。飛びます飛びます坂上二郎さあ横須賀ですよ。なんと今日はね XR チャーシのね F355 のねマニュアルというものをねちょっと買い取り入ってるんでね。珍しいんですか。珍しいですよ。今日のローレルの人も昨日、355の人は昨日の前だからね。これ YouTube 見てる皆様はね、まあ今がチャンスとばかりね、値段が合う人はね気持ちよくね大切に買いますからこんな喧嘩って加藤社長どうするんですかって言うんですけど、グーカーセンサーには出しません。全部友達とかね知り合いとかね大事にしてくれそうな人にね手放しますから、ぜひねこういうのあるんですかっていう問い合わせがあればねぜひ連絡ください。どうもすいません、あるまでやってまいりました。遠いところすいません。渋谷です。渋谷さん初めて会いました。初めて会いたかったんですっごい嬉しいです水曜日の日に連絡もらったんですよ、メールで、うん、でその日、はい、僕休みだったんで、あ、はい、そうです。あ、次の日電話しようと思って、うんうんうん、で次の日に朝起きて喋ったの、ね、はい、散々喋った後に実はこれ売っちゃったんですよ。ほいで俺が悪かったんだけど、契約書交わしたんですかって言ったから交わしてないと、じゃあ断ってください。もうここら辺はね、またね、時中の時なんです。いいですか ?90 年まではあの308の GTD ですからね。それ前はじゃあ TB って言うんですけど、95年からこれね、もう355のマニュアルが出たんですよ。で96年からシャーシーが違って、車体番号に XR シャーシーっていう。確かね、98年まででしたね。99年は E ギアありましたっけ ?355。で、99年が最終ファイナルで E ギアがファイナルで、99年と同時にモデナが出たんだ。なるほど。360モデナにね。ここにね。これ絶対 FXXR だな。96年から XR シャーシが出たんだな、後期から。シャーシが違うってことか価値があるんだ。ほんで B があれよ、ヨーロッパと。ちょっといいですか、全然見ちゃってください。見させてもらっていいですかって、もう買っちゃったんですよね、水に。もう本当に大丈夫かな。いくらでいいですかって言って、はいはい、高いマンだって。じゃあもういいです、僕は20万つけときますってただあの塗り替えの白だって言われて、あら白塗り替えなんだとまあでも言っちゃった以上はまあいい人だしまあ細かいことしょうがないからってノーマルシートがないわけですよ。チャレンジ仕様になってるわけね。355のチャレンジ、360チャレンジってあるんですよ、はい、これ俺ずっと乗ってたんだね。それはね、これね かっこよくてね、中ガランドなんですよ。そう、ただねこれ問題があるのはある、ハンドルがね、はい、曲がんないんですよ。ハンドル切り角がレーシングカーだから、うんうん、普通に曲がるところが曲がりきれないんですよ、はい、それをまたバックしてこうやるの大変なんで、フロントの、はい、メンバーのそのフロントシャークのところにピンがあって、それを抜くと曲がるようになる。あ、そうなんですか。そうなんですね、フロントガラスは変えとるね、ここと、はい、これは変えたって、ね、変えましたよね、これも変えてます、はいはい、これ、ね、車体番号全部入ってるんですよ。これとこれ入ってないんですよ。ポリカーボンなんだかの仕様にしたって言ってました。なぜ変えたってことかってことなんですよね、これ。その人が言うには、えらい細かくなんか言ってました。いや、だから多分これとこれが変わってるから、はい、ここもぶつかって、はい、なんかこう、なったのかなっていう疑いが出るんですよ、これ。フロントガラスはまあ飛び石よく言われて、はい、変えちゃうことがあるんだけど、でも事故はないです。やっぱ乗りやすいわ。うちらの買い取りの時は早く買ったら早く帰れ。あとこれカムカバーのガスケットなんですよ。知人のあの結晶塗装をやろうと思って自分で。その時点一応買ったんで新品だよ。これもいらないんで。ありがとうございます。あ、ね、さっさと持ってって。これオールドタイプのセンターキャップ。はい、センターキャップ。これバカ高くて。あざっす。横須賀っつったらこれ唐揚げのおにぎりが有名なんですよ。おはい、うま、
とうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当本当嬉しかったです。今日の会見終了です。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。また連絡します。お願いします。ありがとうございました。素晴らしい出会いです。じゃあ悪い人いないじゃん、今まで書いてる遊戯で。確かに確かに。たまに悪い人出てこないかな。なんこの人めんどくせえなっていう人。ここはボディショップキッタです。見て分かるように、ポルシェとか、マヌシャとか、まあ、カスタムペイントのメインでやる。結構うまいよ。おーい、変わってないね、ここ。キッタ君です。塗装のプロフェッショナル。10年ぶりぐらい。何年も見ちゃいますよ。ずっとくるくる詐欺でしたもんね。じゃあ、イキイキ詐欺。くるくる詐欺だとキキちゃんが言う。従業員にくる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 言って。あの人全然怖い。何年経つの？11年目。みんな長い？そうです。やろう、やめへんぞ。そうですね、若くて続いて。あ、8年目、9年目ぐらいです。キクタに惚れた。はい。まああれだな、俺もそういう風になってほしいな、従業員が。2005年にアメリカで。そうです、あのフォードのブースとかで。そのブランド塗装をやってるのを見て、それよりももっとすごいの作ったれと思って、レジェンドに、うん、あの全面やったのが始まりで、次の年にカスタムカーの表紙になって。これをやったらしい。これは2006年の、だから2005年にやって、で、これの表紙に。だったんや。で、この紙面でね、このやり方を公開したんですよ。こうやって、めくって、削るんやよと。で、こっから流行り出したんですね。グラインダータトゥーと名付けて。だから、その俺らと一緒で、流行ってきたらやめるんだわ。ずっと同じことをやらんのだろ。僕らはその一点ものしか作らへんだから、逆に同じものを量産するんじゃなくて、これは一つのカスタムとして。だから、同じ車はうちは作ってないですね。ちょっと、これすごいよね。これももう16年前とかヘアブラシのこういうのって下書きするの？これはね、下書きなしです。マジで？昔はこういうのをローライダーに書きよったよね。グラインダー塗装は菊田発祥ですからね。紙面で一番最初に公開して、ね、次の日からみんなやってるって言ってます。まあそんなね、素晴らしいショックですよ。もう山しかない、カエルの音しか聞こえてこない。そう、問題なし。はい、これがグラインダーのまず削ったベースってこと？そうそうそう、削った上にサビ止め入れて、クリア入れて、サンディングしてから色々足していきますね。これすごいよね。これができるのにどうやってどれぐらい？3日ほどできそうだね。3日、俺でもできそうだもんね。やります。元に消せる。失敗してもいいってこと、これ。でもその分薄くなるだな。やっちゃ失敗して、消して、やっぱ消して、そのうちペラペラになっちゃう。あ、できる。あ、難しい。分かった。踏んでない。ちゃうな。角度で結構柄が変わるんで。お、分かってきた。できたよ。これは3日でできるわ。またこれもうちょっと会場入れてもらいます。これサーハンのやつ。早い。あっさる。給食させてください。まず掃除から。ってことはこれうまいんだな、やっぱり。完成やな、これ。完全とは分からないですね。これで二人乗りだとは思わんすよね。ものすごい上。誰も買わない。誰も乗せない。お、すげえ。お、いいよ。黄色いな。ね。ダメ。実用性ゼロ。どうやって乗ると思う？パーにないよ。トランク。トランク。ハティ。さすがですけど、長いです。ゆっくりしたい。はい、じゃあ。俺じゃ。行きますよ。はい、ポーズ。みんなね、1時間かけてくるらしいよ。なんでかわかる？ここら辺には住み込めるアパートが。すごい綺麗な店ですね。綺麗でしょ。もう散らかってないです。中村君です。今年からうちのホールターの GTR を全部面倒見てくれる、はい、初めて来ました。
今日来たのはあの工場見学じゃないんですよ。なんかいいものないかなって。いやこれでも何がどこにあるかは一応把握してます。これなんですかこれ。昔の F3 ですね。これ買おうかな。これ綺麗にしてね置いとったら子供たち喜ぶよね。エンジンついてるんですか。エンジンかかります。かかる無限のエンジン。無限エンジンなしでもいいけどね、なしだったら安くなります。確かに。いいよちょっとなんかね底がなきそうな感じ。あとなんか売り物ない。56まであるよ SA で。これは詳しいんだもん。ああこれ90年91年ですね。このパネル見ると分かるんだもん、このパネルがつるっとしてるやろ。はい、つるっとしてるやつが84年85年86年87年88年や。で89年90年91年の56まではここはつるっとしてる。前まではなみなみなんです。そうですね。よくねミッションマンとか、はい、これダメな。よくオークション行くとニュートラからドライブ入れてチュッと入れた時チッとくるやつがうーんカーンってくるやつは買うなよ。詳しいやろ。ベンツまで。ベンツも詳しいんだ。まあ奥のヒビックとか。どれどれどれ。あこれ事故車やつね。これ直す。あ直した。大体ね、こう中村君みたいな人はやっぱいい車の綺麗な車買ってこないんですよ。こういう本当にメカニックとかチューニングやる人はいかにボロいやつを買ってきて自分で直そうとしちゃう。ほんだけどそれを直せば売れるんだけど、はい、いつまで経っても時間がないもんね。溜まってばっかりこれも仕上げようとしてる、これも仕上げてる、全部仕上げようとしてるって。こうもう30年かかってる。中村君85歳になったんだけど。でもすぐお客さん来たらすぐやらなかもね。そうなんですよ、そっち優先になっちゃうんで。お客さんです。意外です。でも2人でやってるんだ。そうですね、まあ親父と。メガネが逆なんじゃないですか。ああ、ほんまやね。あ、いやいや、こういう。いや、こういうデザインなんです。最初こうだったんだ。逆にかけると普通なの。恥ずかしいメガネ買いましたね。リバティウォークのお客さんとしてこうずっとこう付き合いはしてたんで、よく知ってますね。うちの名前を知ってここに入った。それもあります。うまいことやってますね。よくあるパターンですね。お父さん作ったよねこれ。そうです、もともとだから2代目なんですね。だからいろんなもん買ってきちゃうんですよ。収集癖がある。それがこのスバルですね。買ってきた方がいいけど、もうこれ40年ぐらい放置部で従業員がね、2人しかいないです、はい、ね、くれぐれもそこを考えた上でお客さんの来店をお待ちしております。もう人が歩いてくるわけやろ。あー美味しそうやなーと思うわけや。でパッと見たら危なそうでしょこれね。いや想像以上や。この雰囲気もめちゃめちゃええやおお。名護県完成したんですよ。すごい。こういうことがあったやん。芝さんが、はい、平山君とな、はい、大将と来たい、うん、世界遺産のとこでな団子屋やっとるちゅう。三色団子送ってくれたやん。はい、めちゃくちゃうまいんだ、うん、で人がやっぱり少ないし、はい、なんかいい工夫ないかと、はい、ずっと大将はもうそのままのやつでええー、とで神さんはもっと思い切ったことやりたいと、はい、俺は10個ぐらいつけたらええんちゃうのとっていう提案さえ。そうですね。そしたら剣になっとるもん。こうなるわけだわ。ほんと一瞬に提案したものが形になったわけやん。じゃあ団子を食べましょうよ。まずいや全然わけない。やらかうまっ。めちゃくちゃやらかい。で外がカリッとしてるぜ。これきな粉。きな粉ですね。おっおっうまっ。餅は自分らで作るの。ここでそうです、主人が作ってます。そう、はい、それできんな。これ美味しいね。これが本当に美味しいね。これもうまいな。甘すぎんだよ。何個でも食べれるんだ。太るぞ。どんどん体重が増える。ここの餅が伸びるんだこれ、ね、伸びて、しかも綺麗な団子こうなって、あざーお母さんどうですか。ものすごい美味しいですよ。もうほっぺからね、もう折っちゃうから、ね、これがクズのよ、アイスクリームね。あえてよ、ここに置いときゃ。普通アイスクリームやったらポタポタ垂れ。あ、そうです。垂れん。ここだけ熱かったらな、タラ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 食べるんだ、はい、で、あ、こうなるわけだ、子供はね、はい、何やっとんなんと、こうなるわ、お母さん。うまい。歯ごたえもきますよ。外国くん、タラタラやで。本当によ、タレへん。これまた、こう取る時と、熱い状態で戻った時な、それの食感がまた違うよ。昔はやっぱり何、活気あった。ありました、ありました。まあ、なんとかそのコロナで乗り越えてきたわけやね。そうです、ここ母親の実家なんですけど、15年間ずっと放置。でも、まあ
まあみんながね協力してもうこの YouTube 見てるしね、はい、リバティーオークから行きましょう。嬉しい、はい、決まりました、はいはいはい、早いですよ、回答も早いですよ。いやいやいや、もうちょっと気になるんだ。また帰りますよ。これめっちゃええやん。買おうかこれ、いくらやってくれるんですか。会社お疲れ様。ええええええ3号の足しに嬉しいわ。パートあります。マジ持ってる。うん、あんまり持ってない。Z バイクが出た。パート持ってきます。ありがとうございます。いい、なんか来てよかったよな。バラバラやもんな。綺麗なキムインさん。お顔ね。どうだって。初めて来た。お名前ね、やっぱり。お茶が通用してんじゃないよね。コーヒー、コーヒー。すごい人気がね、お茶が。はい、ポーズ。YouTube 社長の人もいいですよね。あ、そうそうそう。結構たくさんしちゃうんで。でも宣伝総理でノーイングリッシュ。そうそうそう。カートさん、ごめんなさい。カートさん、ごめん。お前イギリス語上手だよ。聞こえべきじゃないから。座っていい？気付けて。すごい。すごい。ちょっと嫌がる。座っていい？気付けて。Liberty World。Here we go。Behind at the moment。オーバー、オーバー。あのケンタッキーさ、歯がないもんね。めちゃめちゃ唾が出てるんだわ。いや、年上だ。ヒロミさんかっこいい。マジで。すごい。いやー、すごい人だね。Oh, my God.